田村厚生労働大臣は緊急事態宣言が解除された3日後の24日に厚労省の職員23人が送別会の宴会をしていたと明らかにし謝罪しました。国民の皆様方にはですね、日頃いろんな形で生活の制約をお願いをさせていただいている省でありながらですね、国民の皆様方の信用を裏切る。 そのような形になったわけでありましてあの私からも深くお詫びを申し上げます本当に申し訳ありません宴会をしていたのは介護保険などを担当する老健局の職員23人で都内で人事異動に伴う送別会を開き一部は深夜零時近くまで店に残っていたということです厚労省は緊急事態宣言が解除された後も会食は4人以下にすることや 乾燥迎会を控えることなどを求めていますが自らそれを破った形です厚労省は今後詳しい状況を調査した上で年度内にも厳正な処分をする方針です